ご紹介しましょう。 TAN の皆さんです。イエーイ、こんにちは皆さん。こんにちは。せーの、 To all nations We are TAN。 ハンガソパンガプスミダー。おー、ハンガスミダナノガラレイムニダチョノチャナイミンダチャナイミン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、スタジオに入ってくださった、じゃあ TN のメンバーの皆さんに自己紹介もお願いしたいと思います。はい、こんにちは、 TN の声ユンジュワンチュワンです。こんにちは、僕はソーダの彼氏ソンヨクです。よろしくお願いします。こんにちは皆さん、僕は TN の小悪魔騎男子テウンです。かわいいいやー、すごい3人揃いましたけれども、実はね、今日はメンバー7人いるということで、外のスタジオの方にも皆さんいらっしゃっていただいて、メンバー部分들이있어요。はい、すごいかっこいいメンバーばっかりですね。멋지십니다。잘생겼어요。 TAN 에서제일メイン인3명이나왔다고들었어요。 TAN の中で一番のメインの3人が出てるの。ああ、そうです。外で怒らないですか？怒ってる。ちょっとあれみたいな。今日はですね、最終的にチャナちゃんとリスナーの皆さんが TAN 推しになれるように、できればもう TAN のファン、そうだ？にもなれるようにご紹介していきたいなと思います。で、改めて、TAN についてなんですけれども、 TAN は2021年の冬、韓国のサバイバル番組極限デビュー野生ドルから誕生した男性グループ、メンバーは7人。今回スタジオに入っていただいたメンバーの他に、外にいらっしゃるのがチャンソンさん、ジェジュンさん、ヒョンヨプさん、ジソンさんとなります。はい、そして TAN は昨年ですね、3月にアーティストデビューを果たし、1月に行われた韓国のソウルミュージックアワーズではニューウェーブスターを受賞。素晴らしいですね。すげそして去年12月には、日本で初のイベントを行い、グループとしては今回が2度目の来日となります。ジュアンさん、 TAN というグループ名はどんな思いを込めてつけたんでしょうか？ね、TAN은 To All Nations 의약자로한국을넘어전세계로뻗어나가겠다는의미를가지고있고요。はい、 To All Nations の略語で、世界を抜けて、韓国を抜けて全世界に羽ばたくという意味が込められています。네、첫만남이라도모두소다를만들겠다는마음가짐으로무대를하고있습니다。初の出会いでも絶対にファンに作ってみせる、ソーダにしてみせるという心構えで、今公演をしております。はい、すごいかっこいいです ね、 ね、どんどん増えてるんじゃないですかね、ファンね。そうですね、ペンドルヌルショット。확실히처음왔을때보다더많은소다분들께서와주시고계시고있습니다。はい、確実に初めよりも、たくさんの人たちが訪れています。하지만부족합니다。まだまだ足りません。はい、もっと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 。 TAN の皆さん の、 普段の生活だったり活動の様子なんかは TAN のオフィシャル YouTube チャンネルで毎週アップされているんですけれども、皆さん同じ宿舎で一緒に生活されてますし、すごくメンバーの皆さん仲がいい。今日も外から応援してくださってるように、すごく皆さん仲がいいなっていう風に感じるんですけど、普段も仲良く生活されてますか？저희는일단휴일이생기면다같이뭔가놀러가는게있어요。はい、休みの日にはメンバーみんなで遊びに出かけます。저희7명이서다같이롯데월드를간적있다고。7人でボーリングにも行くし、7人メンバーでロッテワールドという遊園地に行ったこともあります。사실남자7명이서가기쉽지않거든요。やろうたち、男たち7人で遊園地に行くっていうのはそれで24時間붙어있는데24時間一緒なのに。確かにすごい仲良し。一緒に住んでるのにさらにお休みの日も一緒にお出かけするのって本当に仲良しなんですね。휴일에도같이이렇게외출을하신다니정말사이가좋으시네요。그러니까이제그만좀붙어있어야될것같아요。もうそろそろ離れたいです。はいはい、じゃあ今日のメンバー、スタジオにいらっしゃるメンバーをそれぞれに紹介してほしいなと思うんですけれども、まずはですね、ソンヒョクさんにお願いします。はい、テフンさんっていうとどんな人か教えてください。テフン씨는저희멤버중에가장열정가이。はい、テフンさんはメンバーの中で一番情熱家。
はい。가장7명중에서열정이넘치는この7人の中で一番情熱的です。하지만가끔엉뚱할때가있어요。でもちょっとたまにトンチンカン。열정이너무과한나머지あまりにも情熱が空回り。そうですそうです空回りです。ありがとうございます。素敵。じゃあテフンさんにお伺いしたいんですけど、ジュアンさんはどんな方ですか？ジュアン氏の어떤분이세요？제일제일엄청깔끔한。一番潔癖、一番綺麗好きです。そうですか？はい。그리고또엄청성실해서。本当に誠実です。もう運動이나뭐노래연습뭐이런거할때제일주도적으로하는멤버중에한명입니다あの運動も遊びも一番指導的にメインになってやるメンバーです頼りになりますね믿음직스럽네요아はいええありがとうございます潔癖っていうなんか言葉がありましたけどどういうなんか綺麗好きっていうことですかね일단집이지저분한걸잘못보는것같아요家の中が散らかってたら耐えられません작업을하고아침에갈때만약에아침에씻고나왔는데먼지가눈앞에보이면그걸꼭치워야만해요아산이오기때仕事行く前にシャワーして出たけどゴミが目に入ったら絶対に掃除しないと気が済みません청소하다가점심에잔적도있습니다なので掃除しながらもうお昼ご飯とかも忘れて永遠とやったこともありますすごいあれじゃあちょっとムカつく人いませんお部屋汚す人아뭐방을더럽히는뭐지저분하게그사람들지성상 지성상 현역상현역상은소다소야바이 야바이 짜증나시나요그럴때아정말기쁘게 화나고있다고네うれしく怒っています아이ありがとうございます지성상현역상形に害があるってことだね確かにそうですねさあではジュアンさんソンヒョクさんというとどういう方ですかソンヒョクさんは어떤분이세요제가생각했을때가장듬직한멤버인것같아요一番がたいが大きい일단근육이가장많고一番筋肉質だし근육이가장많고筋肉が一番多いし근육이정말많습니다筋肉が本当に多い筋肉だらけになっちゃうけど사실성격은굉장히제일배려를많이하는멤버인것같아요성격은一番気を使う멤버です뭔가겉으로나속으로나이제아무래도운동이랑제일많이교류를하는멤버기도한데表でも中でも運動をたくさんする멤버でもありますが가장배려가몸에배어있는멤버인것같아요一番人への配慮が体に染みついている멤버です筋肉に入ってるんですね근육속에배려가있네요배려심이이게다배려입니다이근육이다배려입니다뭐이근육이가配慮です配慮配慮素晴らしいやばいすごい仲良しですね本当に仲良しですね一番最初ねじゃあメンバーの魅力がちょっとずつ分かってきたところで1曲お届けしたいと思います、こちらのミュージックビデオ宇宙規模という素晴らしい作品なんですけれども、まあ、メンバーの素晴らしい体も見れるんですよね。そうですね。肉体美が見れる今お話にあったようなモメドポシルスったの、はい、それでは曲紹介をお願いしますはい재밌게들어주세요굉장히신나는곡입니다本当に楽しい曲なので期待してください聞いてください Louder Let's go お送りしたのは TAN で Louder でしたさてタワレコ K-POP 弁スタジオには引き続き TAN のこちらのメンバーをお迎えしていますチュアンですソンヒョクですテヨンですさあここからはですね TAN のアピールタイムをお届けしたいと思いますがもう先ほどからメンバー同士とても仲がいいのでお互い素の部分をよく知っていると思いますそこで聞きたいのはもしも自分が女の子だったらどのメンバーと付き合いたいかです、はい、만약자신이여자였으면어떤멤버들과사귀고싶으세요아무식하시그이유도알려주세요저는재준상僕は재준상주안상은밖에나갈것같지않아서그냥같이집에만있고싶습니다外出しないみたいなのでずっと家に一緒にいたいです집안에서요리도해먹고
家でご飯食べて、ゲームも하고、ゲームもして、영화도보고、映画も見て、밖엔절대나가지않을거예요。絶対外出をしないインドアです。はい。じゃあジュアンさんがご飯作ってあげるの？ジュアン氏が料理하시나요？ジェジュンさんが料理素晴らしい。料理を作る。はい。あ、僕は掃除をするってこと、ね。掃除をしちゃう。あ、はいはいはい。じゃあソンヒョクさんはどなたと？ちょっとジェジュン형。僕もジェジュン兄さんです。大人気ですね。あ、ジェジュン형이어좀뜨거운남자여가지고。ジェジュン兄さんは本当に熱い男です。전원래뜨거운사람을좋아합니다。僕は本来熱い人が好きです。何意味ですか？엄마야。가장그일곱명중에서가장섹시한남자가아닐까。やっぱり七人の中で一番セクシーの男性なので。なるほど。ちょっとやばいですね。取り合いになってます。やばいジェジュン。ジェジュンさんそんなに。お茶してる。じゃあテムさんはいかがですか。テムさんのと。현엽이형。현엽兄さん。お。めちゃ可愛い。お、じゃあ。可愛いの好き。들고。持って。다닐수있을것같아。パって持って。いろいろ移動できそうです。力強いってことか。주머니에넣어놓고。あのポッケに入れられそうです。현엽さん、好きだよ。すごい独特な理由で。独特かしら。さあ、ではですね、今度は、今日はですね、スタジオに入っていただいた3人に、TAN の最強の愛嬌を見せてほしいんですけど、まあ今日7人いるんで、後ほど7人分の写真は全部、撮らせていただいて、番組のホームページにアップしようと思うんですけど、まあ、せっかくなので、ね、ラジオの中にいらっしゃる3人には、言葉の愛嬌をいただきたいなと思います。はい、じゃあ、テフンさんからですかね。テフンさんから。はい。そうだ。お願い、今日一緒に行ってください。おお、素敵です。次のソンヒョクさん。じゃあ続いては、じゃあソンヒョクさん。はい。僕の心中に君がいる。これ皆さん聞いてる皆さん目が覚めちゃうんじゃないですかね。夜中にオンエアなんですけど、え、들으시는시청자분들이놀라실거예요。あ、정말요。あ、정신차리시고。심장이뛰네요。心臓が飛んでいます。ドキドキするんです。じゃあ鳥で最後ジュアンさんお願いします。はい。僕のことしか考えないで。おお、みんな行った後にちょっと恥ずかしがるっていうのがすごい可愛い。恥ずかしがった後にしかもヘッドホン一回外して。25分皆さん端の持つビー定義記憶って。チャナちゃんすごい興奮してるんですけど。何すごい熱くなってきました。手ごっすみだ。ラジオの前のリスナーの皆さんどうなんでしょうかね。TAN にハートを打ち抜かれたんじゃないでしょうか。これもう一押ししたいですよね。はい、もう一押しということでここで一曲歌っていただきたいなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。はいはい、가볼까요。 OK。 아、이거는저희가이곡은저번첫번째어일본방문할때들려드렸던일본커버곡인데요。これはグループで初来日の時にお届けしたカバーナンバーになります。ティッシュさんの猫들려드릴게요。せーの。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君は一度フラッと現れてくれ何気ない毎日を君色に染めておくれよ。すごい、ありがとうございます。いや感動ですね。感動もよかったね。すごい、
まあでももう残念ながらですね。もうお別れの時間なんですよ。時間が本当に早いです、ね。嘘。もっとお話ししていたいんですけどね。すごい楽しかったです。ありがとうございました。じゃあそれでは最後の一曲をですね、曲紹介をお願いしたいと思いますが、その前にあのリスナーの皆さんにメッセージも一言ずつお願いします。ね、저희가첫방문이라고알고있는데。僕たちが初訪問というふうに思います。정말정말너무너무영광이었고。本当本当に光栄でした。다음에또일본에찾아뵙게됐을때다시한번나오고싶습니다。また日本に来た時はぜひここにお招きいただきたいと思います。너무너무시간이었습니다。감사합니다。はい、本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございます。네、정말너무너무즐거운시간이었고。本当に楽しい時間でしたし。다음에도꼭찾아올수있었으면좋겠습니다。次回もぜひここに来たいと思っています。감사합니다。ありがとうございます。タワレコ K-POP 팬お聞きの皆さん、僕たち TEN と楽しましたか？これからも僕たち TEN の見守ってもらえたら嬉しいです。大切な機会をくださった関係者への皆様にも本当に感謝します。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。かっこいい、サミちゃん。素晴らしい。完璧ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお別れのナンバーを紹介していただきたいなと思いますが、あ、저희의네번째타이틀곡인뷰티풀라이라는곡인데요。これはですね、4番目のタイトル曲のビューティフルライフという曲です。굉장히신나고저희멤버들의목소리가아주잘담겨있는곡이니까。すごい楽しい曲だし、メンバーたちの声がたっぷり聞ける曲なので。즐겨주시면좋을것같습니다。ぜひ楽しんで聴いてください。네번째タイトル곡、ビューティフライ、聴いてください。というわけで、TN のジュアンさん、ソンヒョクさん、テフンさんでした。アニョンヒカセヨー。お願いします。ありがとうございます。またね、またね。また会いましょう。約束。